は始まるよ。とサイヤが正解ってやつだぜ。動画的には美味しいね。サイドバイサイド、いけ頑張れブレイキング、よし、しかしこれ立ち上がりのスピードがどう。というわけで、第2戦はガバガバピット戦略により順位をかなり落としてしまう大戦犯をかましたわけですけども、ま、今回は走り慣れてる鈴鹿ですからね。お尻はね、自社待った、お前よ、前回ボロ負けしたくせに何調子乗ってんだよ。いや、それだけ反省しなさい、反省。あ、ところでグルタミンさんは今回優勝狙うんですよね。青歴末テストあるんで代役に走ってもらうっす。KRT クリセツが濃厚になってきた第3戦は始まるよ。というわけで恒例の予選タイムです。あ、そうそう、今回はね、ちゃんトップ用意しました。第1戦と第2戦はかなりひどかったですからね。今回はちゃんトップです。見栄えは良くなったかなと。そして今回はおそらく最初で最後の雨予選です。もうね、トラコン入れないとやってられないレベルでひどい雨です。トラコンに甘えるなって。 RCF な時点で縛りプレイなんだよな。なので慎重にやっていかないとタイムは出ないでしょう。ただでさえトラクションないのに雨降らせやがってよ。家に変なものを送りつけてやがて。今回は20分間の予選とかなり余裕がありますね。雨なのでタイヤの消耗は合ってないようなものなので、続けてアタックして燃料を減らしてタイムアップを狙っていきます。おーい、ちょっと、すいません、ちょっと止めてもらっていいですか。なんで塩化流しながらやってんの。いや、まあ友達曰く塩化流すと速くなるらしいからさ。実のところ本当はあいつなを流すのが一番いいらしいんだけど、日には効果がなかったので塩化でお試し中で。真面目にやれ。順調にラップを刻みながらもところどころミスってしまうのでなかなかタイムが出ません。ラストアタック、これ勝負ですよマジで。てなわけでまずはストレート。鈴鹿の雨は横に水たまりができてしまうので、ちょっとだけアウトから距離を取ることをお勧めします。100m の看板を目安に軽くブレーキを当てる感じで曲がります。雨なので強く踏むと車輪がロックしてしまうのでそこ要注意ですよ。そして第2コーナーを抜けるとリズミカルに抜ける S 字区間へとやってきますが、ドライコンディションであれば縁石いっぱいまで使いタイムを縮めていくのがコツとなりますが、雨の場合縁石を使うと滑って肝心なところでアンプが発生してしまうので、できる限り縁石は使いたくないです。ただしここのように一部カットできるところもあるので、そこら辺を見極めながら攻略していきます。逆バンクを抜けて難易度の高い立ち上がり、ドライコンディションでも外側に膨れやすい難しいコーナーですが、雨の場合少しでも後輪を縁石に乗っけると終わってしまうのでかなり余裕を持って立ち上がりましょう。緩やかな高速コーナーも RCF にとっては地獄でしかありません。そんなことは知らねえと言わんばかりにデブナーがやってきます。デブナーのコツは縁石に乗せないのはもちろん、ブレーキを長めに残しながらしっかりと向きを変えてアクセルを踏むタイミングを遅らせること。しっかり向きが変わってから立ち上がる方が結果的には早いです。セクター1は少しロスがありましたが、セクター2ではこんな4の更新、これは期待が持てる。頑張れブレーキング、よし、うん、1速まで下げてエンブレで向きを少しでも変えます。 RCF は本当に頭の入りが悪いので、ヘアピンなどではブレーキングやエンブレ技が重要ですよ。そこから立ち上がって2輪用の試験を超えたらまだまだ油断はできない。スプーンへと向かう高速のミニコーナー、ドライなら全開ですけど、ウェットでは少しアクセルを抜かないと滑ってしまいます。もちろんここでも縁石は乗せないように、そして気持ち早めにブレーキをしてスプーンへと進入。1つ目はブレーキロックしやすいので気をつけて、2つ目に向けて縁石ギリギリを攻めながらブレーキを2割くらい残してずっとに張り付くイメージで攻略。向きが変わったらちょっとずつアクセルを踏んで 130R に向けての西ストレートに入ります。ところでここ鈴鹿市のある三重県では当然日本自体が認めてないため同性婚はできませんが、パートナーシップ制度が充実しており住民票と独身証明書があればできるらしいので、興味がある方は要チェックです。難所である 130R を抜けてかの有名な五つ木試験へ。前へ出たいですね。出たいですね。これ試験員勝負ですね。タイムを縮めるにはもう試験員を攻めるしかない。試験員で勝負に出た。うわあ、まず年齢越し24歳。 KRT に求められるのは最低でもトップ5なんだよね。今回の予選何位だった。自分なりには頑張ったんで。そういうのいらないから。10位でした。でさ、改善点とか分かってる。そうですね、僕も行った時は全然これは無理かなっていうぐらいすごい人がいたんですよ。でもうやるならとことんまでやろうってことでですね、本当にもう散々頑張れブレーキングやらせてくださいって言って、あのさ、次やったらクビな。はい、すいません。
皆さんお待たせいたしました。 KGTC 鈴鹿サーキット 300km レースのお時間です。実況解説は私、僕には契約がある、漫画をお届けしてまいります。特大フラグやめろや。ご覧の通り天気はかなりの雨模様です。スタートからかなりの波乱が予想されますね。まずはコースの特徴について触れていきましょうか。7コーナー目でおなじみダンロップコーナーの看板がなくなり、最近新たに日歩コーナーとして呼ばれるようになったようです。呼び慣れるまで時間がかかりそうですね。また他にも変化があり、毎年 F1 日本グランプリは10月頃の開催が多かったのですが、来年2024年からは4月に開催されるとのこと。時期的にも雨が少ないので、いい時期とも言えるかもしれませんね。続いてコースの詳細から見ていきましょう。ここ鈴鹿サーキットは全長 5.8 キロと日本にあるサーキットで最長のサーキットになります。最高速度はグループ3マシンでも260キロ近い速度が出ますね。ウィキによればコーナー数は18個とのことですが、ここは人によって感じ方が変わるポイントでしょう。まずは第1コーナーから見ていきましょう。第1コーナーは最高速度からの曲がりながらフルブレーキングと難易度がかなり高いコーナーです。熱い攻防に期待ですね。その先の S 字区間を抜けて見えてくるのはデブナーコーナー。ここは縁石ギリギリのアグレッシブな突っ込みが見れますが、雨の日にはそれが命取り。縁石に乗せた瞬間グリップを失う恐ろしいコーナーと言えますね。ヘアピンを立ち上がって見えてくるのはスプーンコーナー。道幅は広いですが、正解のラインは一つしかないので、各ドライバーの攻略にご注目ですよ。突っ込みでアンダーを出さないことがポイントです。コースの紹介も終わったところで、続いてスターティンググリッドを見ていきましょう。まずはフロントロー、異次元のタイムでポールを取ったのは中村氏。安定感を生かしてプリッチ氏が追いかけます。2列目には GC で大健闘 DSA 氏、グルタミンのために頑張りたい代役のハピメア氏が続きます。3列目には前回の失敗を挽回したい真冬氏と、ついに FF を捨てて踊り出た四季氏が6番手を獲得。4列目雨で RR を乗りこなせれるかなの山氏と、グループ系で唯一の MR レイン氏が続きます。5列目にはまたも RCF 対決となってしまった島津氏と、私ウプ主が挽回目指して後方から頑張ります。6列目挽回を狙いたいロットン氏と、 4WD パワーを生かしたい WRC 氏が追いかけます。最高 B パワーを生かして頑張りたいツッツン氏と、ネタでも勝ちたいアルファードのレミキュー氏が頑張ってまいります。紹介も終わったので、いよいよスタートです。いよいよ勝負の時であります。緊張感も最高潮に達しております。行くぞというわけで始まってまいりました。鈴鹿52ラップバトル、序盤は大雨からのスタートになりますが、僕はあえてエンターをおっとっと忘れておりました。燃料費を6にしていたのでストレートで追いつかれましたが、コーナーの突っ込みは圧倒的にこっちが突っ込めている。結構混戦状態ですね。おいおい、いいのか、こうやって使うんだよ。安全なところなんてねえんだぜ。相手がアンダーに逃がしたことをいいことに、ここはあえて冷静にラインを変えて一気に8番手に浮上。本来この雨量であればウェットタイヤがベストではあるのですが、まず僕は予選失敗したので後ろからのスタートになるので、前は必然的に混戦状態になるわけですけど、それをあえて逆手に利用するんですよ。混戦状態でペースが落ちるってことは、インターでもウェットタイヤ勢についていけるってわけだぜ。また天気予報によれば序盤の雨はすぐ止むので、最初の3周くらいインターで乗りきっちまえば、あとはこっちが有利な路面になる。だからこの作戦に思い切って出たわけですね。これは前回のニュルで学びました。別にインターでもこの雨量は走れちゃうってことにね。おいで強くてばー。さあ混戦状態のままスプーンへと飛び込んで、何強引に来た、よろけよと。おうおう、元気いいな。ここでサイドバイサイドになるのは非常にまずい。雨のレースでは無理なラインから行くと全てが破綻してしまうと、ここで燃料拾っパワーを生かしてトラクションをかけてからのコーナーを立ち上がってエンジン全開、ストレートではフルパワーにして少しでも速度を稼ぎます。こんな量の中に100キロとか普通は出したくないですが、ゲームの中なので、あ、オッケーか。そしてコーナーではインに飛び込まれたくないので若干寄せます。っていうかこんなところでインに来ないで、普通は仕掛けずに待った方がいいぜ。そしてまた視点でインに来そうなので、あらかじめブロックラインを取ります。頑張れブレーキング。マジ？ちょっと待って、こんな追突されたことにより大きく前と差が開いてしまいました。そう、これが雨のレースで無理してはいけない理由です。他人は愚か、自分までペースが遅くなってしまうので、雨の時はおとなしく後ろについて、行ける時にスパッと行く、これが鉄則になります。勝つためにはいろんな技術があるってこと覚えておいた方がいいぜ。3周目、特に大きな動きもないまま9番手を走行中。前を走るレインさんは上手い方なので、無理に仕掛けずにあえて後ろで留まることで速いペースを構築してくれるので楽ですね。ですがレースなので抜かすタイミングってのは訪れます。ここでお手本を見せしましょう。まずは1つ目のデブナーの進入、ここで僕がレインさんより速い速度で突っ込んでいます。それを生かして2つ目で並びかけます。ですが無理はしません。ラブ等でほんのちょっと軽い接触はしたかもですが、ちゃんと相手のスペースも残しながら立ち上がりのスピードで勝負に出た。カメラで見てみます。
ましょう。ブレーキングを早めにする代わりに小さく回って1台分のスペースをしっかりと残しておく。おい、こういうプレーやれてんだよ。ありがとうございますやで、ほんま。なかなか調子がいいぞ。このままのペースで上位にどんどん追いついていきたいです。しばし遅れを取りましたが、今や巻き返しの時です。縁石に乗っけてスピンはしてしまったものの、路面が乾いてきたためインターが有利な路面になってきました。まずは第1コーナーで1台昔11番手に戻ります。アクセル全開でも滑らないようになってきたので、ここから先はウェット勢がかなり辛い展開になると思います。なので序盤のミスをここで取り返しに行きましょう。まずはデブナーでロットンさんに仕掛けます。そこだよっしゃーやー。しかしこれ立ち上がりのスピードがどうか。 OK、 さっきと同様グリーンに抜かすことができました。前のペースが上がらないからか埋まっていますね。ですがこちらは余力があるのでインから仕掛けに行きます。どうだ、これで前に出られそうだ。出られます、ね、これはかなり荒れていますね。埋まってしまってはインターの旨味が活かせないので、できれば上手に混戦を抜けたいところです。クイーンの立ち上がりでかなり前に追いつきました。相手はウェットでアクセルを踏めていませんが、こちらはインターパワーでかなり余力があります。これくらいの路面になるとインターの方が10秒くらい早いので、余裕でミスの分を取り返すことができましたね。そして前はサイドバイサイドバイサイド、立ち上がりが早かったので TSA さんと並びかけます。ですが進入はこちらの方が早いので、ここでオーバーテイク。7番手に浮上しました。ステインを立ち上がったところで1台ピットイン。これで楽々6番手に浮上。いいですね。インター作戦はかなりバッチリ決まっていますよ。そしてデブナー手前でチームメイトとサイドバイサイド、グリップ力を生かし外からパスして、これで5番手。これは前のポルチェも狙いに行けそうです。前へ出たいですね。出たいですね。これブレーキングで追突しないように気をつけ。何甘いんだよ。相手は痛恨のブレーキングミス。これにより4番手にまで上がってきました。これは今回いい位置でゴールできるかもしれません。ボックスとここで路面が乾いてきたのでドライタイヤに変更します。今回ハードタイヤの使用義務があるので、ここで消化しておこうと思います。ボックス。そしてハードはなんと一周で捨てます。ソフトの持ちが今回かなりいいので大胆ですが、最終的に得ができるといいですね。味方艦より救援要請。了解であります。本艦燃料ゼロ、航行不能です。あ、燃料タンク炎上。何やってんだ。何やってるんだ。中継取られてるぞ。行け。ソフトタイヤで実質的な第2ステントを攻めループ無視。路面も本格的にドライになってきましたが、まだ半分程度は濡れているし、縁石も濡れているので、縁石を使ったコーナリングはしない方がいいですね。なんだ。言ってるそばから、スリップさんが被害に遭ったご様子。ソフトタイヤの美味しいところを使っていきたいので、抜かすなら、早々に抜かしておきたいですよね。スプーンまでで、ある程度追いつけました。これは次のシケインか。すいません、ちょっと失礼します。13周目、WRC さんに追いつきましたが、相手がまたまた濡れているところに行ったため、楽々8番手に浮上。15周目、指揮さんを完全にロックオン。ベラ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 という感じで、ガンガンプレッシュ。何？イエローフラッグ、そう、こんな大事な時に、これじゃ試験。なんだと？これはイエローだけど相手がコース外に行ったから。いけるか、そうですね。しかしこれ、マクニさんがどうやらスピンか何かしたご様子。ですが透明化解除が怖かったので一旦引きました。なるほど。こうして後ろにつけば、手に取るようにわかるぜ。コーナーの入り口でぐっと差が縮まって、いつでも抜けるって感じなんだけど、ストレートでの速度がそこまで変わらないから、なかなか追い抜きまでには至れないんですよね。ですがこういう時こそエースを。騒がず落ち着いて、絶対必ずチャンスが来る。まず、ペース的にはこちらの方が多少速そうな感じがします。そしてスリップに入っているので速度もこちらが伸びますけど、強引にインに行くようなことはしません。追いついたらアクセルを抜いてピット&コースト。こうすることで相手にプレッシャーを与えつつ、こちらは燃料が節約できるので、後ろにいても有利な状況が続くってわけです。それにまだ勝負は半分以上あります。こんなところで無理に攻めて事故しても嫌ですからね。見てるよ。路面はもう完全にドライになりつつある。18周目、ずっとテールプノーズのまま来ています。ですが相手は全くミスする気配がありません。参ったぜ。そこまでやられちゃうな。相手にとって不足はない。こういうバトルの時は大切なことがあります。それは抜く時は一気に行くべきであるということ。下手に仕掛けられないままだとタイヤを無駄に消耗してしまいますからね。今回はそれに加えて、ここから先はちょっと応用編になります。第1コーナーや試験など相手から見て絶対に来るであろうポイントは
守られてしまう可能性が高い。だから行くならこの先のデブナーとかですね。やると決めたからには手加減はしない。今相手のアウトによるタイミングが甘かった。だからここの立ち上がるのは絶対に俺の方が早い。前へ出たいですね。出たいですね。サイドバイサイド見えた。行け。そこだ。そのままの流れで鼻をつかせちょいとねじ込んでしまえば。カメラで見てみましょう。よし、このまま逃げ切らせてもらうぜと思ったのですが、振り切れない。悪い夢でも見てんのか。誤算だったぜ。てっきり前に出てしまえば差が出ると思っていたのですが、べったりと張り付いてくる。だけど第一コーナーはしっかりタイムをキープして守らせてもらうぜ。甘いんだよ。なんとか難所は乗り切りました。ですがこのままべったり張り付かれるのも嫌ですね。先ほどまではまだ一部路面が濡れていたこともあり、相手はラインをセーブしていたのかもしれません。ですが抜かされたことにより相手のラインを参考に攻めればいいので、スリップストリームのいたずらもあり増えてくるってわけか。おお、強敵登場だな。相手のマシンはストレートはそこまで速くないものの、コーナーは RCF よりも良いことは確かだ。それにドライバーも下手な人じゃない。むしろ格上と言っても過言ではない。面白くなってきたな。燃料が尽きればピットに入る予定なので、それまで耐えれるかどうかの鬼ごっこだぜ。タイヤはまだ元気ですから、ガンガン行きます。まだ吹きやってますね。あったまに来た。どうなっちゃったんですか。どうなっちゃったんだよ。みんな見てくれ。ほら、こうだぞ。環境に甘えるやつ嫌いなんで。31周目、ここでピットインです。ですが、相手のタイヤ交換をしない選択を取りました。予報では36周目くらいに雨が強まるようなので、燃料だけ入れて、雨が降ってきたら雨タイヤに交換しようって作戦です。リスキーではありますが、5秒程度短縮できるかもしれないので、ちょっとやってみる価値はありますね。さあ36周目です。この週くらいに雨雲が来るはずです。燃料も絞ってタイヤも消耗しているので、個人的には早く雨が来て、雨雲どこ、ここなんでいねえんだよ。でも十分堪能したよ。まあ2週くらい前後することあるし、40周目行くまでには雨雲かれこれ、まあ2時間くらい待ったんですけども、参加者は誰一人来ることなかったです。俺はひどいぞ。ああ、もうめちゃくちゃだよ。ちょっとタイヤも限界を迎えているので、タイムがガタ落ちです。リスキーな作戦は、ハマればきっと強いですが、外すと弱いんだよねって、今外してる側なんだよね。これにより、一応4番手を走行中ではありますが、後続の車両の方がいいタイムを刻み続けているので、ピットに入ると結構ロスしてしまいますね。このままではタイムをロスするだけなので、もう雨雲は来ないであろうようにで新品ちょっとタイヤに交換、次の燃料も多めに入れておこうと思います。ガッとアウト、7番手まで順位を落としてしまいましたが、ちょっとタイヤでガンガン飛ばせばまだなんとかなるかもしれません。こうなったら雨雲は来ないでほしい。雨雲来てんじゃん。こんなに揃ってると思わなかった。まったくタイミングが悪すぎる雨雲だぜ。だけどもこういう時こそ慌てず騒がず落ち着いて。雨雲は来ていますが、まだまだ路面はドライコンディション。ここまで来ればもう使えるだけソフトを使って、少しでも失ったタイムを取り返すのが好きでしょう。一応ドライタイヤでも多少のウェット路面は走れますが、雨雲の様子を見る限りすぐに雨足が強くなりそうな感じがするので、できればあの薄い水色のところまででピットに入ることができればベストタイミングと言えるのではないでしょうか。走行行ってる間に1台抜かして6番手に5番手とのタイム差も縮まっているので、やはりソフトタイヤの防御はかなりでかいといった感じ。44周目も終わりかけ、そろそろピットに入るのが良さそうです。ですが問題点が一つだけあります。それはウェットタイヤかインターか。雨雲を見ている感じ濃い青色が多いんですよね。緑色だったらばウェットタイヤなんですけど、濃い青色ならばインターが最適。後半もし雨が強くなったとしてもインターで稼いだ分があれば逃げ切れるはず。ということで燃料補給は逆にタイヤだけ交換できるのとアウト。これで何番手に出れるでしょうか。これは5番手で出れた感じですかね。一時はどうなることかと思いましたが、若干のリカバリーはできたご様子。あとはインターでどこまで逃げ切れるかですかね。とここで我々撮影陣はとんでもない場面を撮影してしまうのである。画面下の雨雲レーダーにご注目してほしい。お分かりいただけただろうか。わかりやすく映像を加工し 0.2 倍速で見ていただこう。ここまで雨雲レーダーには濃い青色の雨雲が広がっている。しかし次の瞬間、何の前触れもなくいきなり緑色の雨雲が突如現れたのである。こんなの誰が予想できるというのだろうか。諦めんなよ。もうこれ裏で操作されてんじゃねえか。
って思うくらいひどい天気ですが、最初の数週くらいはインターの方が有利でしょうし、まだまだ上を狙える力を持っているはずです。ですがここに来て少し問題が発生、それは周回遅れの車に追いついているってことなんですよね。うまくかわせるといいですが、エアピンを立ち上がってスプーンに向かうところ、結構前のマシンに追いついてきました。とここで1台コース落ちたのでパス、スプーンの入り口で詰まらずに入れるかな。頑張れブレーキング。肝心なところで、ダメだよ。ここは瞬時に向きを変えてあえてコースオフ、直線的に復帰することでトラクションを失うことなくコースに復帰、とりあえずスピンは免れたので OK。 けどこの雨は嬉しくないぜ。数周くらいとか思ってたけど半周くらいしか持ちませんでした。これくらいの水量になってくるとウェットタイヤの方がまだ乗りやすいんだよな。とりあえずスピンはしないように気をつけたいですね。47周目、ラップダウンのポルシェをパスできました。うまくパスできたのはいいのですが、なんだこの加速は。残念だな、青旗なんて存在しねえんだ。というわけでここから青旗のマシンと戦うことになります。マジ？これはひどいぞ。青旗のマシンと戦いつつ、僕は後ろから来るバイパーを抑えなければなりません。一応相手との差は12秒程度あるとはいえ、相手の方が雨のコンディションで速いことは確かだし、信じられないことだが、青旗のマシンも抑えないといけないので、ここらからヤバいゾーンに突っ込んでくぜ。49周目、後ろから来るベンツに突き回される事態に。本来であれば気にせず走れますけど、青旗など存在しないので、下手に抜かれてペースを落としたくないので、青旗を抜いて、ここはブロックラインを取ります。どうだこれ、前に出会えそうだ。出られます。やってんの。強引にインに来た。あ、危ない危ない、危うくスピンするところでした。だけどこの感じちょっと嫌な予感がするのですよ。50周目、相手との距離は未だ似ているスノーズ。あ、だりゃ、トラクションがいいのはもう分かったからよ。こちらが滑りやすい路面に行ってしまったのでバランスを崩したのもありますが、やはり 4WD のトラクションにはかないません。このままハイペースで逃げてくれるのなら抜かされても問題はないのですが、これはまだまだ嫌な予感がする。あ、スピンするだろ、そんなんじゃ曲がれねえ。なんとか持ちこたえたご様子、けど持ちこたえられたってことは、ふめ、こんな1秒もなくせない。これはまずいや。こんなことしてる場合じゃないってのによ。ワイパーと12秒差くらいあったはずですが、もう5秒くらいになってるんだよね。さっきのポルシェのようにそのまま逃げてくれるとありがたいんですけど、埋まってんだよな。セカンダリータービン止まってんじゃねえのか。そしてまたコーナーへと入っていくわけですが、当然ここでも詰まります。かといってこんな雨のレースだと強引にラインを変えて抜かすこともできません。こんなところで終わってしまうのか。あと2周のレースだから後ろの車くらい抑えたいが、ここのシケインくらいでスカッと突き放してもらえると助かるんですけどね。聞いていません。51周目、それなりに距離が開いたのでこちらも攻めれるようになりました。後ろとの距離はもう3秒しかない。そしてゴールに到達、お疲れ様でした。いろいろありながらもなんとか6位でゴールイン。もう少しうまくやれたと思うので悔いの残るレースでしたね。というわけで今回は KGCC 第3戦の様子をお届けしました。今回は雨コンディションということもあり結構波乱なレースとなりましたね。性能が低い RCF にとっては苦しいレースとなりましたが、その中での6番手はかなりの好成績ではないでしょうか。スピンが多かったけど逆に RCF であの程度に抑えれたので良しとします。最後にリザルト等のご紹介です。まずは今回のリザルト。なんと相手のペナルティにより順位繰り上げで4番手に1個。こんなこともあるんですね。続いてドライバーランキング、これも大きな変動もなく私は4番手を維持しております。最後にチームランキングです。トップ3がかなり接戦なのでまだ誰が勝つか予想は難しそうです。次戦は少し間が空いて10月グランバレーで行われます。次のアップデートの BOP 調節次第ですけど、一応そこでマシンを変更するかもしれないので勝ちにつなげたいですね。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。次戦もよろしくお願いします。